私ドクター熱血が一から作り上げているブレソル攻略ウィキの紹介です。2年前から公開しておりますが、認知度が一向に上がらないため、今後動画の冒頭で宣伝させていただきます。ブレソルを始めたけれど何から始めていいかわからないなどの初心者の方へ、おすすめのクエストの進め方やグループバトルのノーマル、ハードなどの各種クエストの攻略法、最新ガチャの紹介などもしております。中級者以降の方におすすめなのは、各星4キャラクターがどのクエストで手に入るかを全て網羅しており、霊玉の回収の手助けになると思います。ウィキには概要欄から飛べますので、お気に入り登録やブックマークをしていただき、ぜひ熱血性のブレソルウィキのご活用をよろしくお願いいたします。また2022年末より毎週水曜日22時頃からと言いつつ、大体23時ぐらいから YouTube ライブでブレソル1週間のまとめと共闘を放送しております。現在150回を超えて放送を続けております。お時間がある方はぜひ見に来ていただけると嬉しいです。こんにちは、ドクター熱血です。本日は後手ローレルガチャ気迫一戦よりまだらめ一角、始めるぜ。はい、必要な素材、覚醒、はい、さらに強化、はい、必要な素材、能力解放、さあこのキャラは通常攻撃特化型のキャラです。なのでレベル1だったら攻撃ですね。今回5までにしますが、絶対10まで上げた方がいいですね。でも10まで上げるか。リンク要員としても使えるし、グルバトの貴重な枠なんで、絶対10まで上げて運用していきましょう。はい、通常型はですね、現在は攻撃がまず1個目ですね。で、2個目は、その状況に応じて、グルバトの状況に応じて、メインの状態上に合わせた状態上とかがおすすめですね。もしくは体力最大時。まあ、バフバリアとかを持ってる場合は体力最大時でもいいと思います。1個目は攻撃で決まりですね。攻撃、会心、防御、体力を好きな順番、最後が霊圧。特別抽選は、攻撃、会心がおすすめです。攻撃250と会心戦だったら攻撃255の方がおすすめです。さあ、一旦挟みましょう。こちらがレベル200まで強化した、まだらめ一角、リメイク2024。所属は死神、キラーは0番対キラー。必殺技、避けろ、ほおずき丸。ほおずき丸を三節弧に変化させて振り回し、当たった敵全員に絶大ダメージを与える。ソウル特性は通常攻撃ダメージ 30% アップ。ああ、お前らについてこれんのか？まだらめ一角。好戦的な11番対第三席。視界すると槍になる残白刀を持つ。また、会合によって三節弧の形態にも変化し、多様な戦術で敵を翻弄する。状態上は何もついてないキャラで、強2が衰弱技。パッシブスキルは緊急回避回数プラス1、氷結無効、敵ガード無効。アビティは通常攻撃ダメージ 70%、もともと 40% に 30% 足されての 70% アップ。チンパティ効果死神の通常攻撃ダメージアップ。属性関係ないですね。死神の通常攻撃ダメージアップ 20%、 体力還元時限定通常攻撃ダメージ 30% アップ、体力還元時限定火ダメ 50% ダウン、垂直技時間延長、通常攻撃ヒットスアッププラス1、グループバトル時青攻撃 30% アップ、スーパーマーグループバトル時キラー効果 50% アップと。なるほど、
まあ、グルバト特化の通常特化型ですね。ちょっと前半取ったの時かちょっと頭ぼーっとしてたんで覚えてないんですけど、0番隊キラー青の通常枠として初となるキャラクターですね。めっちゃ貴重です。行儀がバフが良かったけど、まあまあそれでもこのキャラはいいでしょうね。おすすめのアクセリンク、通常型はセットがないんで、まず非ガチャ限定アクセで星5チャッピー、しまきえ、そして木刀、これが通常攻撃がガツガツ上がるタイプですね。これで通常攻撃 20% アップが加わるとこれで90になりますね。めっちゃ強い。で、道中楽に行くんであればゼタボルタン装備したりとか、ガチャ限定アクセで大丈夫であれば金チャッピーとかやるとより攻撃力が上がります。まあ、今回は非ガチャ限定アクセだけでいきましょうか。で、通常とかがなんで通常攻撃ダメージアップを積んでいけばいいかなと。どうしようかな。まあ、本当は通常ダメージだけでなく、これと、まあ、火ダメとかを組むと非常にいいかなっていうところですね。20、20、25で組んでみると通常 155% すごいなりますね。この一角はリンク要因としても非常に優秀ですね。もっとレベル上げたいです。さあ、じゃあここは多分しっかり説明したけども、ボーナスアビリティは1個目は攻撃で、2個目はグループバトルのメインとなるものの状態上に合わせましょうと。ゼロ番隊キラーもうここをちょっとちゃんと考えるか。ゼロ番隊キラー人間キラー青のメインはメイシーが想定されますんで、まあまあ肘全ダメアップとかがいいんじゃないかな。始めるぜ。さあ、そしてこれでいきましょうか。始めるぜ。なんか早くね。なんか青の割にその攻撃発生が早い気がする。今日一公式のやつは横幅のある前方攻撃。なるほど。で、強に前進しながら攻撃。強さん。あ、これも画面全体じゃないですね。自身の周りを含めた前方攻撃。物が飛んでいくタイプじゃないからすごい発生が早い気がする。必殺技。さあて、一丁やってやるか。そらよ。
爽快感ですね。楽しいな。さて、一丁やってやるか。そらよ。どうだ。はい。あれ。あれ。止めるわ。はい、再起動してきました。始めるぜ。比較ですね。ゼロバイト大キラー、人間キラー、青。一応人間キラーの、違う、ゼロバンタイキラー青はこんな感じで、でもヤチル出たばっかですな。ヤチルは雫アップの強攻撃型だなっていうところですね。でこの一角さんは通常ヒット数アップ、ゼロ番隊キラーでも1人だし、ゼロ番隊キラー人間キラー青通常ヒットでも1人、めっちゃ貴重。なのでまあゲットしておいて損はないキャラなんじゃないかなと思います。今までごめん覚えてないな、メイシーと誰で言ってたんだっけ、ここって、あ、イチゴとでバフ要因に引き船さんとかだったのかな。まあそれが、まあ、通常枠としての一角と、あとどうしましょうかねっていうところですかね。まあ一角は今のところ確定になるんじゃないでしょうか。通常枠やっぱ重要ですね。雑魚の打ち漏らしとかに即対処できる、そして青攻撃は本当相性がいいと思いますね。というわけで20まで上げちゃう。メイシーを背負ってして僕は、麻痺陣するかバフバリアとかがいれば体力最大値とか、ちょっとまあここは設定しとかないのかな。はい、こんなとこでしょうか。いやーほんとね、ゼロ番隊キラー人間キラー青の待望の通常枠なんで、できればバフも違かったなーっていうとこですけど、はい、こんなとこでしょうか。ああ、お前らについてこれんのか。今回はここまでです。以上、ドクターネックでした。お疲れ様でした。